それでは英傑再戦後付け実況プレイやっていこうと思います。こちらのデッキは4枚コラボ EX 単デッキの大きデッキですね。で相手は池田線を使った6枚わらデッキで、こちらは最大武力11で武力9のバジさんもいてっていう感じに対して、相手は最大武力が7なんで、こういう時って王騎で突撃狙いに行くよりも王騎がひたすら乱戦し続けた方が相手側からすると嫌かなって思うんですよ。っていうのもまあ僕も普段ノーマルタンやってる都合上でよく最大武力低いデッキ使うんですけど、逆に相手が高武力で揃ってるようなデッキだった時って一番やられて嫌なことって、ひたすら乱戦され続けてこっちがあんまり兵種アクション同士の勝負にならなくて、まあ武力差の武力依存の部分っていうのが大きく出ちゃうっていう展開すごい苦手なんですよ。だから今回はまあ普段のノーマルタンでよくやられて辛いなって思ってることを意識的にやってく感じになりますかね。こんな感じで王騎がひたすら乱戦していくだけで相手の地球がこういう解け方したりするんで、これをまあ開幕だったりお互いに士気ない状況だったりしたら、これでまあ総派は取れるかなっていう感じですね。で、今回の、動画の趣旨としては東京リベンジャーズコラボの松の千冬ですね。このカード、まあ下の方で多分テキスト出してると思うんですけど、自身と、最も武力の高い味方1体の武力プラス4と移動速度 1.4 倍で、自分が突撃成功したらその相手に対して武力をマイナス3。まあ三国志大戦の経験者から言うとあれですかね、炎鋼の計略みたいなのを自分に付与して、で強化自体は、武力と速度の強化自体は自分ともう一人っていう感じの計略ですね。だからまあ剣豪だったりが刺さらない速度なんで、槍兵や剣豪にかけてもいいし、速度上昇を生かして2部隊で突撃できる騎兵にかけてもいいっていう感じですね。ただまあ速度上昇武力上昇しっかり入るんで、もちろんかけるなら高武力にかけた方が当然効果は強いんで、今回はその中で最も対象として有効かなと思っている王騎と採用してますね。実際多分このカードは王騎デッキ、よく環境とかでも使われてるような騎馬単王騎4枚デッキの今まで山内が入っていた枠に入ってくるんじゃないかなって思いますね。まあ、武力8馬枠にかけてもいいし、当然王騎にかけても強いみたいな感じで、裏の手として採用する分に武力6持ってるんで採用しやすいカードかなと思います。でまあこの手の計略ってまあ三国志でいう顔料文集だったり、戦国の頃でいうあまりだったり、そういうカード、まあまり板垣だったり、そういうカードたちと一緒で、基本的にやっぱり一人一人の効果はまあ四季三相応なんですけど、その四季三相応の強化を2人同時に使って四季5になるよっていうお得セットみたいな、そういう計略ですね。まあ基本的にはこういう感じで、今使ってる感じでこう大きに使ってかけていくと、まあねっこういう感じで、まあ今は武力、相手の地冬の突撃受けて武力12になってるんですけど、基本的にまあ武力11の王騎にかけることで武力15として使えるんで、かなり使い勝手のいい計略かなと思います。で、逆に速度上昇値が高くないおかげで、ちょっとまあビタ止めだったりもしやすいみたいなのも、まあよく言えばそういう魅力にもなるかなって思いますね。まあ、この場面は多分内乱取られるの覚悟で、相手が四季9使ったんをこっちは四季5で抑えていって終盤カウンターしようかなっていう、そういう流れになってますね。ここちょっとまあ一番兵力削れちゃったんが、一番兵種として足の遅いバジさんになっちゃってるんは良くないんですけど、ここを最後もうちょっと王騎や千冬ら騎兵の兵力は犠牲になっても良かったんで、
マジさんの兵力をしっかり整えていけばここのライン上げもうちょっと早かったかなって思います。柵が残ってるんで、ここ柵2枚残ってると柵と矢倉で守られそうなんで、攻めたい右側だけでも壊せればって感じですかね。でここはまあ大きデッキらしくライン上げて、流派1溜まったんで流派1叩いて大き打つ流れになりそうかなって感じですね。ただ相手も奥義残しててこのタイミングで使ってこないってことはまあ単体造園か再起かのどっちかっていう感じですね。でここで相手がラインを上げてこなかったんでおそらく再起かなっていう読みを持って、まあここは弓兵もはっついて2部隊ではっつくことで、まあ相手が再起打った際に一発どっちかが入ればまあ、まくれるかなっていうような感じの流れを作ろうとしてますね。でもうこれはこのムーブで相手の再起が確定したんで、ここ池田戦には突撃をしません。もうちょっと露骨すぎるぐらいにこういうビタ止めでいいかなって思いますね。でこれで再起使わせて池田戦を落としに行く形で、そうですね、ここの周期なんですけど、相手が端攻めしてきてる周期は、まあ、1コストの向上力なんで一発殴られてもいいだろうっていうような想定で、まあ、ここをそうですね、あんまりまだこの段階では止めに行ってないかなって感じですね。でもうここは、最後再起叩いて、まあ、右側守って終わりみたいな流れにしたいんですけどまあこれちょっと戦友対戦用のあれなんで再起がちょっと残念な感じのやつですね。ただまあこの場面一番やっちゃいけないのって右側の坂本乙女に工場をもらうことなんで、ここはしっかり守っていきましょう。で相手は、千代、これは多分、地冬にかけてるかな。でこれで相手の車輪の式がないのが確定したので、こっちは地冬。そう、この計略って1部隊で発動してもちゃんと敵に突撃した時のダメージ、武力を下げる効果だったり、武力や速度上昇値の効果っていうのは下がらないんで、まあもうどうしようもねえよっていうこういう最終盤の場面だったら一人で撃つこともできます。まあそういう用途もあるよっていうんで、このカードの紹介として、まあ相手もいっぱい撃ってるしでちょうどいい試合になったかなと思って、こちらの試合を動画にさせていただきました。でまあ2試合目は、次にこの松の地冬の計略の強さがすごく出た試合を採用しています。で相手は、諸葛亮5枚デッキで、こちらは、先ほどとちょっと形が変わった大き4枚。ただこちらもさっきと同様に相手の最大武力が低めのデッキなので、序盤は大きの乱戦をしっかりしていけば、かなり優位に立ち回れるんじゃないかなというような感じですね。この大きとか、まあそうですね、あの呂布だったり剣心だったりし、まあ、信玄とかもそうか、こういうカードって本当にもうこの突撃するよりも相手がこういう最大武力で、まあ、例えばもともと最大武力が6や7のデッキを相手にしていたり、逆に伏兵だったりで相手の武力8以上の部隊が消えてるみたいな状況の時って、グイグイと乱戦で押し込まれるだけでこういう感じで相手からすると辛い状況になるんで、これ本当にもうみんなやった方がいいと思います。結構人の試合とか見てても割とみんなエースアタッカー、まあ、ダメージソースにしようとして突撃すごいしちゃうんですけど、突撃するときってその突撃オーラ出そうとしてる溜めてる間っていうのは戦闘してないので、その時間を乱戦に当てた方がもう武力6や7から大きが削られるよっていうのは限られてるんで、それで他の部隊が削られるよりは王騎自身がその武力依存で、相手のダメージを軽く受ける、まあ、盾でもあり乱戦のダメージソースとして使っていくと、こういう感じで序盤戦に有利に立ち回りやすいかなって思いますね。これはもう本当に僕が普段
あのノーマル縛り、まあ、三国志のコモワンコモン縛りだったりで、まあ、ちょっと武力低いデッキを使ってることが多かったんで、やられてすごい覚えましたね、何やられて嫌かみたいなのって。で、試合の方なんですけど、ここ相手が土方のラストサムライに対して、こっちが松の地風で捉えに行こうかっていう感じですね。この場面だったら、相手の土方の兵力も減ってるので、王騎の方は突撃しに行くよりも、土方に対して乱戦していけば削り切れるかなっていう感じですね。でこれで、乱戦で土方を削って、で王騎はもう兵力ミリなんで帰るかなっていう感じですね。このまんま、モスも取って、でここ韓銀兵に対してなんですけど、このちょっと迎撃取りづらい角度狙って突撃一発入れて撤退させて、で王騎は多分これ突撃入れたら接触ダメージで撤退しちゃうんで返して、で相手今生きてるのが諸葛亮だけなんで、一旦殴りに行けるかなっていう感じで一発だけ殴って、部隊が帰ってくるタイミングで、撤収して、先に撤収していた王騎が、フォローに向かって部隊を返すっていう、まあ、ちょっと綺麗な感じの流れになった。ここまでちょっと上手いかなみたいな感じなんですけど、ちょっとこの試合すごいポカしちゃった試合で、ここで自分と相手の流派さんが同時に溜まるんですよね。で、この時僕も3たまる落としたと同時にボタン叩いてて、でそのボタン叩いてる間っていうのは、自分の盤面の方のカードが散らかってないか確認するに目を落としてたんで、自分が流派さん使ったもんだってずっと思い込んでるんですよ。でこれでもうせっかく技巧を持ったデッキ使ってるのに、流派さん溜まってから一切使ってない人の出来上がりですね。ただまあもうこれ1.5 からでしたっけね、流派が溜まりきった際に、流派発動可能の表示が出っ放しになるっていう仕様が改善されて、まあ、出なくなったんですよね。なんでそれをちょっと僕自身もうっかりしてて、もう自分の中では完全に流派さん打った気分でいますね。この仕様の変更ってすごい改善でいいなって思うのが、城西流派って3溜まってすぐ打たない機会っていうのが多かったんですけど、城を守ってる時自分の自城側に流派発動可能がずっと出続けるのが邪魔っていうのはすごい前々から思ってて、だからその辺の仕様を改善してくれたのはもうすごいありがたい限りですね。今回はその仕様変更が偶然ちょっと悪い方に行っちゃって見落としちゃってるんですけども、これは本当に単純にお互いの流派さんが偶然同時に溜まったことっていうんと、まあ、僕自身の見落としとかいろいろ重なってこんなことになったっていう感じですね。で、相手がここで号令打ってモス叩いてんで、こっちも号令打って地風叩いてなんですけど、これまあ、速度低下値が高くないんで連環中騎馬オーラは出せないんですけど、連環の速度低下を軽減したことで王騎が抱きつきに行けましたね。で、連環が先に切れて、地風でちょろっとだけ突撃入れれたかなって感じですね。これはもうこっちが王騎を再起を選んでるんで、敵陣で果てて相手の諸葛亮を切らして、であとはもうリード差使って再起で守ろうって感じですね。で、ここちょっと衛星が中途半端になっちゃったんで、ここ撤退させに行ってずらされるぐらいだったらもう素直に帰る道を選ぼうって感じですね。白ゲージ差的にも相手の残ってる部隊とお互いの士気的にも、まあ安定卓取っていくのが硬い状況かなって感じなんで、でここ再起叩いたタイミングで左上、あ、これ流派使ってないわって気づいたんですけど、まあもうここまで来ちゃったら流派3叩くより流派2叩いた方がいいんで、まあ士気がどうしても足らなくなったタイミングとかで流派2叩こうかなみたいなこと考えてましたね、やってる時。多分ですけど25カウントぐらいかな、それぐらいもう下回ったら士気は流派3叩くより流派2叩いた方が、ま、最後の 2,3 カウントで計略発動して有効になるような場面が少ないっていうのもあって、まあ、それぐらいだったら流派2叩いた方がいいかなって考えてますね。
で相手は我流の省略で、ここ、まあ、一応流派に叩いて陽端は打つこともできたんですけど、まあ、どう考えても相手の部隊が城にたどり着くまでの時間がないから、ここはもう確実に何も使わずに行って試合終了ですね。こんな感じで、まあ、松の地冬めちゃくちゃ強いしめちゃくちゃ打ちやすいなって感じの動画でした。